ってます。さあ初めてやる方にはですね、ぜひやめよう、ティファの話はやめよう。まあ、ちなみにですね、あの皆さん見てわかると思うんですが、下予選枠がございます。空き枠がございます。ということは後から来ても追加できます。なのでよろしくお願いします。まあ、追加なかったらまあそのまま進めていきますが、まあ、割とね、あのリーグ表を書き換えずにそのまま下に名前を追加するだけで、あの追加エントリーが可能という形になっておりますので、よろしくお願いいたします。で、録画ですね、録画は A 筐体1台のみなので、まあ一応ローテーションいろいろしながら、まあ皆さんの試合を映していきたいなと思います。さあちなみにまだムックもね、受付にございますのでね、あの今のうちにいろいろ予習されたい方はぜひ注目活用していただければと。予習確認もろもろどうぞどうぞお気軽にご利用ください。さて3-1でギルダンマンさんの勝利。それではですね、B 兄弟の方でブレイブルーズ A 仮面さんとアルケンさんでやりたいと思います。 1P2P を決めて真ん中 B 兄弟で試合をお願いします。さあ影響では非常にいい勝負、サスケどうかな。さあギリギリのところ、ワンコン入って体力少ない状況。さあ外から差し込んでこれで2-2対戦第5ラウンド引き上がりに重ねて、さあタイミングずらす、もうそこは読んで、さあ透かしながら中遠距離戦避けて、さあこの立ち回り勝負。さあ勝ったのはルーピー側、 DGC3-3-2。 ではすいませんね。さあ上位3人、まあ予選が6人リーグとなっておりますので、まずは上位3人ということは、まあまずは皆さん5試合はありますので、3勝2敗ラインがまあ予選通過かなという感じになっております。さあというわけで 3-0 でブレイブルーズ A 仮面さんがブレイブルーズ A の方に勝った。
それでは、記念参加勢さんとブレイブルー勢仮面さんで、あちらにいらっしゃいます、ね、1P と 2P を決めてください。まあ、一応決勝トーナメントの方も、こんな感じになっておりまして、1位通過の方が、まあ、シード枠、まあ、6人での決勝トーナメントになりますので、1位通過の方が各シード枠で、まあ、2位通過3位通過の方で、試合をしていただくんですが、まあ、3位通過の方は、1位通過の方がいた同じブロックですね、という形になりますので、まあ、もちろん1位通過すると、決勝、まあ、優勝するまでに1勝減ります。さあありがとうございます。3-1 ですね。じゃあ、ここやりますね、DGC さんと、記念参加勢さんで B 兄弟でやりたいと思います。早い早い。さあ、あんまりやり慣れてない方はですね、やりガイツやり慣れてるぜにここどうすんのとか、今の中断みたいな確認をしながらやるといいかなと思いますよ。あとはまだ受付の方でですね、DGC さんからいただいたおまんじゅうもございますので、まだいただいてない方、まだね、今ここに1箱プラスアルファぐらい今置いてありますのでね、そちらの方ぜひぜひ皆さんでいただいてくださいね。さて 3-0 です。消えたら始めましたの勝利。あ、OK ですよ。どうぞこちらご記入をお願いします。
1位通過になると決勝トーナメントシード枠となります。まあ、2位通過3位通過は、まあ、2位通過でやると片側のブロックの3位通過と当たるという形になります。逆に言うと3位通過だと向こうのブロックの2位通過と当たりますので、ちょっと辛くなるかもしれない。さあ 3-1 でギルダンマンさんの勝利。さあ皆さん影響隊は7人リーグとなっておりますので6試合ございます6試合ございますので、まあ3勝3敗から4勝2敗が多分予選通過のチャンスかなと思います。さあ 3-0 で勝ったのはブレイブルーゼー仮面さん。さて勝ったのは 3-1 記念参加勢さんの勝利。じゃあ ここやります、ギルダンマンさんとアズケンさん B 兄弟でギルダンマンさんとアズケンさんが B 兄弟でお願いします。
さあ取り返して、リーチ。さあ起き上がりタイミングをずらして投げる、掴み足。さあ体力リードしていく今子さん、ちょっと1、3、1。そうですね、もう一回ですね、では今子さんと DGC。さあこれで一通り皆さん4試合ずつはやって、5試合目突入といった感じですが、さあ3-0ギルダマンさん、じゃあここにあります、ブレイブルーズ A 仮面さんとティファとサステと犬消えたら始めますさんで、あ、そちらに、さあ皆さん残すところ基本的には2試合ぐらいとなっております。さあ現在全勝がブレイブルーズ A 仮面さん、さあしかしギルダンマンさんもそれに追いつくように4勝1敗。残りカウントが少ないのか、体力まくって、さあ取り返して1-1。さあそして B 筐体はブレイブルーズ仮面さんが2ラウンド取って第3ラウンド、体力大幅リードだが、から体力削っていくか、最後は外からきっちり、さあ B 筐体取り返して2-1。 A 筐体あっさりガードから投げる、さあここは距離を離す、近づいていくわ、さあこの中間距離よ、さあ横に、さあなんで言ってる間に右筐体勝ったのは3-1ブレイブルーズ A 仮面さん、さて3、ありがとうございます、3-1で今子さんの勝利。はじめますさんが A 筐体、あ、B 筐体でやります、はい、あ、ちょうど逆側にいらっしゃいます、
さあ、体力リードヒルダンマンさん。さあ、2ラウンドデンス。さあ、これで体力6割、7割奪って投げる。中間距離近づいていく。ターンを奪う。さあ、走無理はしない。外から差し込んでいく。体力ダット。さあ、下段から行こうとしたところだったが、ギリで置いてくる。取り返し1。投げから距離を離す。しかしさあ、これを使ったところに切り上げ。抜ける。ディラン。さあ、強気です。さあ、細かく体力リード。さあ、しかしここでギルダンマンさんも、さあ、しかし体力追いつく。さあ、体力取った状況、ここはきっちり決めていく。さあ、2-2の最終ラウンド。さあ、勝ったのはワンピー側、ギルダンマンさん。やってるんですよ。まあ、やるしかないですね。では今子さんと記念さん、和江さんが B 筐体でお願いします。あちらの、さあ、そしてですね、もう間もなく B ブロック入っていきます。もう間もなく B ブロック入っていきます。さあ、影響対抗、ここは握って EGC さんが取っていく。さあ、まだお土産のまんじゅうもございますので、ね、よろしくお願いしますね。これで DGC さんがトップに1-2。さあ、第4ラウンド。様子見からさあ、ここは下がりながら下段からさあ、剣が通って一気に体力大幅リード。アルケスさんのカード。さあ、裏から差し込んでいく。さあ、もうワンコーナーいったところで切り上げ。体力少ない状況。さあ、ここはきっちり勝ったのは DGC さんの
が3位。さて、3-0 でありがとうございます。じゃあ、じゃあ B 筐体やっていきますよ。 B ブロックやっていきますよ。はーい。モーピーさんには失望しましたさんとライツさんの試合を最初 B 筐体でやる。さあ、というわけでシルト B ブロックも始まっていきます。さあ、そして A 筐体は A ブロック最終試合、3P 側はブレイブルーズ A 仮面さんのティファ、そして 2P 側は DDT さんのサスケ。さあ、そして第2ラウンドでスティールブレイブルーズ A 仮面さんのティファ。さあ、開幕一気に体力大幅リード。さあ、一気に決める。勝ったのはブレイブルーズ A 仮面さんのティファ 3-0。ありがとうございます。 3-0 で失望しましたさんの勝利。それでは、赤メスさんとアイさんの試合をやりたいと思います。 1P、2P を決めてください。まあ、ちなみにですね、B ブロックの全ての試合が終わるまでは追加エントリー可能でございます。皆さんが5試合全て終えるまでは追加エントリー可能でございます。取っている。ウラビーフさん。体力ドット状況スタイリング、そして取り返して 1-2 今のオケラワッピー側がメルブだぜ、かっこよわ3、そして 2P 側がウラビーフさん。さあ、3-1 でウラビーフさんの勝利。すれ違った。
さあ体力どった状況。さあライスさんが2ラウンド連勝。おきずめ、さらにゲラン。さあ1回距離が離れて立ち回り、牽制かかるからだか。さあ残らず勝ったな、サンゼロライツさん。さあ3-0勝ったな、カメスさん。じゃあここやります。ライツさんとベルブラゼ過去ヨアさんで B 兄弟でやります。さあ体力大幅リードエモッピーさんには失望しました。さあの体力少ないとこ、さあ2ラウンド連勝。第3ラウンド上から潰していく、外から差し込んで厳しい追い打ち、ダメージ奪っていく、深い距離を離して、さあ3ゼロ。やりたいと思います。あ、ちょうどそちらですね。取り返し一時。さあ B 側が赤メスさん、 2B 側が裏ビーフさん。さあ B ブロックはティファーが3人。さあまずは3勝、そういけば多分予選通過にはなるとは思いますが、
さあ、タイで追いついてくる。さあ、B 筐体を取り返して2位。さあ、A 筐体も取り返して2位。さあ、中間距離の立ち回り。立ち込んで距離を離して細かくダメージ奪っていく。さあ B 筐体2-2。さあ押し込んでいく。さあしかし体力5分状況残っている。カウンターまだあと10カウント以上ある。さあ3-2、アイさんの勝利。それでは、B 筐体の方で、ウラビーフさんと MOP さんには、あごめんなさいごめんなさい、すいません、ごめんなさいごめんなさい、そうですね、2大進行なんでちょっと待ちます。さあ2-2、タイムフィード、ウラビーフさんの中タイムフィード追いついてくる。ちょっと残って、まだワンチャン。さあおかない。さあ下段が重なる。さあ、イノバどうキャラ。ハッピー側がアイさん、スーピー側がライスさん。さあ、ゲータン重ねしのいで、このクレーターが追いついてくる。さあしかし上から打ってくいきますよ、MOP さんには失望しましたさんと赤メスさんの試合をやりたいと思います。さあ現在の A 筐体 B 筐体の試合が終わると皆さん残り1試合という形になりますね。さあ取り返して2-2。さあ第5ラウンド。さあ開幕はライスさん。さあしかしアイさんも番号差し返して投げを通す。さあ体力フィードアイさん。さあ止めていく。ダメージ切り裂いて体力追いつく。とっと勝ったらサニーアイさん。
さあラストだと思いきや追加エントリーあってもいいのよ。31じゃあ B 筐体で赤メスさんとライツさんの試合をやりたいと思います。あ、ちょうど今こんな感じ。アイさんはここで勝てば予選通過は確定。逆に言うとウラビーフさんはここで勝たないと予選通過の目がかなり薄くなる。さあ取り返せ1位。さあそして B 兄弟もライスさんとしてもここは勝っておきたいところ。さあ体力少ない状況、体力リードはアイさん。はい、バケダン。さあこれでマッチポイント。しかしここは3-1。あ、ありがとうございます。勝ったのはライツさんですね。さあ予選最後の試合、さあ2-1で現在ラウンドリードは MOP さんに圧迫しました。さあさあ1回距離を離れる、まだラウンドカウントは十分にある。さあしかしは立ち回る。さあしかし勝ったのは3-1。辛い。さあというわけで本日9月7日エアガイツシングル大会
本日予選13人の中で勝ち上がった6名。さあまずは1回戦決勝トーナメント1回戦、 1B 側が B ブロックの予選2位通過、 I3 のイノバ、そして 2P 側 A ブロックの3位通過、マホさんの横。さあ体力追いついて壁背負わせながら、さあまずは今子さん、続いて第2ラウンド中間距離のこの牽制近づけるが、さあ起き上がり様子見たか、再びさあ牽制が刺さって、さあ噛み合う、タイミング出して、さあしかし起き上がり細かくダメージを返していく、近づいて投げが通る、起き上がり蹴り、コクセアガードから投げて体力残り1割、これはガード、さあ残り時間もどんどん少なくなっていく、引っ掛けて下がりながら、さあ出し切っていくか、ここは避けて最後はゲラン取り返し1-1。距離を離して両者慎重に立ち回る、さあこれが通ってきっちりワンコツ、さあラインを上げて近づいてからの投げを通す、第3イノバ、さあしかし起き上がり蹴り上げを通して体力細かく追いついていく、タイミングずらして、さらに投げる、これがダウンを打ちきっちり、さあこれでアイさんのイノバがマッチポイント、さあ投げが通って体力4割、勝ちながら、さあここは近づいてきたところ、きっちりワンコーン返していく、先制立ち回り、あっと、さあ下がったところドロップを、さあ体力リードはアイサイノバ止める、さあ体力追いついて、まだカウンターある、あっとまだわからない、さあカウンターが少ない、体力リードはおっと、さあ引っかかるホーミング、最終第5ラウンド、さあ透かしてゲラム近づけて無理はしない、さあ透かしてゲラム単発、さあ最終ラウンドお互い慎重なところだが、さあワンコン通していく、今子さんヨーコ段通せ、ここは一回距離を離していく、アイスさんイノバ、さあ徐々に徐々にカウントも減っていく状況、なんとか一発でかいのを入れておきたいところ、かけてさあ攻め込んでいく、さあカウントが少ない、避けながらだが追い見えないところから、勝ったのは今子さん、さあというわけで1回戦の第2試合、ワンピー側ダンサム超人ギルドマンサムジョー、そしてツーピー側ライツさんのイノバ、さあギルダンマンさんが A ブロックの2位通過、ライチさんが B ブロックの3位通過、さあまず第1ラウンドはライチさんのイノバ、続いて第2ラウンド
さあ体力追いついて下段を重ねていく、かける体力リード第3。さあしかし細かくダメージを刻んでいったが、ライスさんがここでマッチポイント。かける、さあ掴んでタイミングがずれる、下段から、さあここはうまく差し込んでいく。さあしかし体力リード、あ追いついて、あー際どいところ怖い、とっとで、さあライツさんのストレート勝利。さあ準決勝になります。準決勝の第1試合、 1P がブレイブルーズ、カメンさんのティファー、そして 2P が今子さんの横、はい、蹴り早すぎや早い。さあ第1ラウンドはあっという間に消えていたブレイブルーズ、カメンさん、さあ距離を離して、さあ近づかせない、ここで今子さん近づいていく、体力細かく追いついていくが、さあ下段から一気に2ラウンドです。マッチポイント、下段から差し込んでいく、さあこれで体力半分、さあここは差し返していく今子さんの横、箱を当ててアイテム取りながら、さあしかし近づかせない、外から差し込んでいく、裏からホーミング、勝ったなブレイブルーズ、仮面さんのティファ。さあそれではさあというわけで準決勝の第2試合、ワンピーガーはゲームOPさんに質問しましたさんの主演、そしてツーピーガー第3の井戸場。さあ開幕は大学ゴム状況、さあしかし投げが通ってここは抜ける、構える、さあしかしここは起き上がりタイミングをずらして、しかしさあ大学ドット、最後外から差し込んで、まずは MOP さんには失望しましたさん。さあ第2ラウンド開幕、壁に押し込んでいく、体力一気に残り1割、さあここ上から差し込んでから投げ落とす、体力これで半分、1回距離を離せ、さあゲージ回復させながらだったが近づいてきたところ、外から差し込んで2ラウンドです。しかし開幕投げを通す、ライスさんがさあ壁、ここは差し返せ、上からは使ったところに投げを通す、さあしかし起き上がり蹴り上げ距離を離すが、もう一回投げを通って、これで体力残り1割、さあ上から取り返して2位、ゲダウン、さあ一気に大幅大幅リード、これはすかせ、かす上から近づいていくが止める、外から肘差し込んでいく、潰してゲダウン、さあ大幅追いつく、あっとまだ分からない、ちょっとスカスターのところに、さあゲダウンダブルマッチ、開幕は距離を離せ、ゲダウンからこれはスカスでガード投げはちょっとタイミング合わず差し込んで、さあここは潰す、上から
もう一回だが、このカードでなんでさあ細かくダメージ奪っていく。横から引っ掛けるが体力残り強力ゲダウン体力ドット。あーしかし最後はきっちり勝ったの MOP さんには失望しました。さんさて3位決定戦、ワンピガは今後さんのイノガワ、そしてツーピガは第3のイノガワ。体力の鼓舞状況は第1ラウンド開幕浮かしてきてゲラウン追い打ち。さあ細かくダメージ取っていく今子さんのイノガワゲラウン。さあここは上に避けながら中間距離お互い細かくダメージを刻んでいく。近づいてきたところを止めていくゲラウン。まだお互いわからない状況、上に乗りながら追いかける。ちょっと残ったとこ最後はゲダン。マサダイチさんのイノバこの距離お互い牽制差し込んでいく。今本さんの横さあ橋おっとさん投げて裏に引っかかる寄ったところ。さあしかし発生の早い技で割り込んでいく。しかし一気近くに箱を壊しながら他がど掴んで投げる重ねだがこれはタイミングがずれる。さあこれで体力リード今保さん横ガンマンエース使う。さあここはきっちり決めていく。これで今保さんがマッチポイント。さあギラン起きたかな。投げる近づいていくところは止める。さあ起きながら立ち回る体力リードは今子さん。投げるさあ重ねて下段体力まだどっと残っている。下段起きながらだがここは後続に外から差し込む。勝ったところにきっちり。さあこれでダブルマッチポイント2時。ゲラウンさあお互い細かく差し込もうといったところ両者慎重弾けていくがこれはすかず抜けてさあ起き上がりサタンを打ちお互い体力使いながらさあ箱を使った牽制。さあ、水体勢合わせる。さあ、ゲラウン。さあ、これが通る。残り1割弱。ここはきっちり抜けている。勝ったのは今子さんの横。さあ、それでは本日2014年9月7日野外通信大会本日の決勝戦、ワンピー側がブレイブルーズ A カレンさんのティファ、そしてツーピー側 MOP さんには失望しましたさんの終焉。さあ体力リードはブレイブルーズ A カレンさん体力半分体力ドットのところ MOP さんには失望しましたさんが、さあここは上から外から差し込んで、さあ開幕下段からここはスカステックがホーミング風を受ける。さあ一回距離が離れて近づいていこうとしたところは箱で
距離を離す。でダウン。さあ相手外かな。さあ牽制振っていくが、さあホービングとさらにゲーダンジ。これでブレイブルーズエカメンさんが2ラウンドです。外から差し込んでゲーダウン、ゲーダウン。さあ走さあ外からハット相打ち。というわけで本日の優勝はブレイブルーズ仮面さん。